吉田さん、なんか生まれ故郷に帰って、例えばね、30年ぶりぐらいに幼い頃によく利用した駄菓子屋とかで、田舎スーパーとか、そういう場所とかね、空き地とか、もしかしたらなくなってるかもしれないですよね。私の場合はね、30年ぶりぐらいに故郷に帰った時に古びた社宅がなくなっていて、でそこがやっぱり遊び場だったんですよね。社宅っていうのは団地が、団地がなくなっていて、綺麗な一戸建て群になっていたんですよ。それはそれでいいことなんですけども、昭和の味わい深い古めかしい団地がなくなっちゃったなっていう風なね、ちょっと寂しさに取られましたね。まあそれ仕方がないですよね。その社宅にしている団地っていうのも、その会社が、大きな製鉄所がもうなくなってしまったんで、当然ですけども、まあ、売却して土地を再活用して地域のために最適化されてると思うんですけども、まあ、私の心の中には幼い頃遊んだあの空き地、あの団地、そしてそこで語らい合った人、懐かしい幼馴染、こういうのがね、脳裏をよぎるんですよね。でちなみに私、岡山の大学に行ってたんですけども、まあ、そこでね、お付き合いしていた女性がやっぱり団地に住んでいたんですよ。団地の4階ぐらいにね、3階だったかな。でなんか未練がましいんですけども、十数年経ってそこに行ってみたら団地はなくなってましたね。だからどこにどう引っ越したのかも全然皆目見当もつかなくって、まあ再開したからどうなるって話でもないんですけどもね、なんかね、そのね、帰る場所がないっていうのはちょっとまあ寂しいなと思うんですよ。これなんでこういうことを言うかっていうと、まさにネットビジネスで吉谷さんとか私が継続していることがね、もし久々にちょっと YouTube 見てみようかなっていう時に、あれ久保さんまだやってんじゃん、吉谷さんまだやってんじゃん、懐かしいなって思えた時って、なんか結構ね、新しい出会いっていうか、新しいスタート切れそうな気がするんですよ。例えば私がですね、マトリックスアフィリエイトメタ流星っていうのがまたね、 YouTube かなんかで出てきたら、あのなんかね、懐かしくってヨーみたいな感じになっちゃうかもしれないですね。どうしたんみたいな、お前詐欺りやがってこの野郎、もうまあでもいいよ、今どうしてるん最近みたいな感じになりそうですよね。だからね、結局は詐欺ったもん勝ちっていうところがあるんですよ。そう考えると詐欺った人も時間とともにもう恨みが消えて、例えば私なんてね、あれ何、マトリックスアフィリエイトで100万ぐらい行かれましたけども、まあ、それをバネにしてそれ以上稼げてるんで、別に彼に対してのね、まあ恨みはないんですけども、彼が悪いことしたのは確かなんですよ。だからそこら辺をね、どうするかっていうのは別に考えてないですけども、なんか面白いなと思いましてね、それに引き換え、そのもう二度と同じ業界に来れなくなっちゃったっていう方がダメージでかいんじゃないかなと思うんですよね。下手にですね、あのランボルギーニとか、なんか月収100万社長かなんかね、大学生社長みたいなのがもう流行っちゃった、流行ったというか目立っちゃったから、あそこでコテンパンにやられたりとか、お金を盗まれた人っていうのは、メタリウス覚えてろよと、マクトリックスアフェルトはお前ふざけんなよって気持ちになってると思うんですよ。もしかしたらガリレーってどうしてますかね。ガリレオ、21世紀のガリレオこうやってね、吉田さんが二人でこうやってましたね、こうやってね、なんですかあれは、もうまあ僕買わなかったからいいけどというふうなね、懐かしい思い出ですね。だから続けてればいろいろありますよね。で、あの詐欺られた時にやめちゃったら恨みだけ残るけども、詐欺られてもまだ暗中模索して、結局ヒットを自分で編み出したら、まあ恨みも消えるっていうかね、笑い話になるかなというね、詐欺ったもん勝ちというところもありますけどね。もうメタ流星また出会えたら、お前をマトリックスするぞみたいなね、感じでございますね。では、いってらっしゃい。